はい、はい、どうもラウンズでございました。ございます、ございます。はい、今日は夏といえばこれでしょうっていうものを、まあ買い替えですね、買い替えでございます。もうそろそろね、というかね、扇風機です。扇風機もう持ってこようか。で、ちょっとでかいね。はい、扇風機でございます。型番これですね、シャープの PJE3DS の W はホワイトの意味かなでございます。はい、とりあえず俺映んねえな。とりあえず回復しようか。先に回復しよう、邪魔だ。開けてからのこんな感じでございます。上に説明書が入っておりました。さあ上にね、シャープこうか、はい、上部の発泡スチロールのところにリモコンが入っております。さあ取りましょう。よいしょ。これがファンかな。これが胴台です。そして本体かなの3つかな。以上です。白、ちょっと説明書を読みましょう。はい、説明書を見てね、とりあえず組み立ててみましょう。おお、あのね、もうこれ土台だけど重いわ。あの今そこに こっちにもう10年ぐらい経つ三菱だからね、一応扇風機あるんだけど、あのその全体よりもこの本体が重てって感じ。うわ、重い、重たいねこれ。重っ、うわかっちょい、おーだー。多分これだけで2キロとかあるんだけど、多分その扇風機よりも重たいと思う。これかっちょいい、裏こんな感じになってて、あのさっきの下の土台の穴とくっつけてネジを締め込むみたいな感じですね。寝かしてやるパターンだったのかな。よいしょ。おお、こっそ持って、締めるとここね。おお、また動いた。今ね、軸へとこの今ネジをこうギュッと締めたところです。重てんね。次はこのガード周りかな。ガードとファン、羽が軽い。羽も軽いんだねこれ。はい、まあこの辺はあとはね、もう普通のけども、全体的に普通の扇風機だけど、分かりやすいね。が、シャープのなんかネイチャーウィングとかいう羽だね。なんか変わってるよね、確かに。薄いは全然、あのそこにある扇風機の羽と比べたらこんな感じね。かっちょいい、一番見えやすい。なんかね、変わってるね、なんか変わってんだよね。
はい、まだね、網っていうかガードつける前だけどこんな感じ。これは、そして最後にこのガードを、こう上のはまる位置もちゃんとこう溝が掘ってある。このかける位置あるじゃないですか、これ。これの、あのかける位置もちゃんと溝がある。カチャカチャしなくていいの。だったイメージがカチャンカチャンカチャンみたいなのか、そういう感じだったけど、あ、これも簡単なの。完成いたしました。はい、地下、俺地下。そしてね、忘れずにこのリモコンを、電池を入れましょう。付属で付いてる電池はパナソニックです。セット完了。はい、今ねセット中でございます。ちゃんとこうね接触しないガードっていうかついてるし、あ、扇風機のね全体の重さとしては、あのね、やっぱ今そっちつけてる扇風機の2倍まではないかな、けど重たい、うん、なんかね安定してるわって感じでございます。とりあえずシャポン、カチャ。ではつけてみましょうか。スイッチ、おお、なんかタッチパネル的な、なんかシューっていって回ってる。おおおおおお、今とりあえずマックス、とりあえずマックスです。おお、あの最新っていうか、あのやっぱちょっといいやつは、例えばこれ、あの、わかるあの首振りって、あの後ろのカッチャンじゃないんだね、もうあの ここでできちゃうみたいな。はあ。おーおー、すげえ、おお、すげえ、たかだか扇風機に感動してる俺。はい、ではね、実際にちょっとがっつり見てみましょう。はい、外観的にはね、まあこんな感じ。ちょっとねでかいからやっぱ入りづらいけど、こんな感じね。うん、これがいいよね。これがほら、もうタッチでこうやってた扇風機がウォーンとゆっくり上がっていく感じかな。で、おお、タッチでカッチャンじゃないんだよね。あのちょっと前だったらポチってなんか感触あったんだけど、もうポチってないんだよ。もうなんかもうタッチタッチ、すげえすげえ。でなんか衣類消臭、なんだこれ、なんか回り出したな、イオンが強めに出るとか、なんか そんなのなのかな。なんかすげえな、チカチカしてるけど、とりあえずいいや。はい、まあシンプルだけどね、なんかいろいろな機能が元からあるんでしょう。はい、そしてこんな感じ。やっぱ羽と、あ、羽がやっぱ特徴の一つだよね。でも見えづらいけど、この奥になんか穴がさっきあったんだけど、こうやった方がいいのかな、ここにね、なんかメッシュみたいな穴があるんだけど、これが多分イオンが出てるところなのかな。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。